辛い。なかなか辛いけど。下の道をハイカーが歩いてますね。やっぱりね、やっぱこういう古い道はぜひとも残してほしいですよね。やっぱり自然の中で歩いたり自転車乗ったり、世の中がだんだんなんか IT とかな、なんかね、仕事もなんだ、なんつうんだっけ、パソコンでね、離れたところで、それじゃなんかね、コロナがきっかけで、そういう意味じゃ、まあ、いい意味では時間通勤わざわざねしなくても済んだりとか、そういうところは非常に。そのうちこの工房が必要だったってことだ。